三味線教室の生徒さんが敬老会で三味線を演奏してきました。いかがお過ごしでしょうか。9月も下旬に入りましたが、まだまだ暑い季節が続きます。いかがお過ごしでしょうか。今日はその暑さも吹き飛ばすようなとてもユニークなお写真が届きました。ご覧くださいませ。なんだかとても楽しそうな雰囲気がしませんか。これは私のお教室の生徒さんが出演した敬老会の一コマのお写真だそうです。ご一緒に出演してくださった方、お写真の許可をくださいましてありがとうございます。いいですね。こんな敬老会でしたら私も早く敬老される年齢になりたいと思ってしまいました。動画も届いております。ご覧くださいませ。いかがでしょうか。この動画の生徒さんはだいたいですね、ゆっくりペース、月に2回ぐらいのお稽古を積み重ねていらっしゃる生徒さんです。とても楽しい感じの曲が得意で、エンタメ要員としてですね、いろいろな場面で活躍していただいております。職場でもこういうふうにご活躍の場を広げて、結構な売れっ子さんだそうでございます。そうですね、この動画を見て思い出しましたのは、私がお伝えしたことがお役に立ってよかったなということでございます。これからも売れっ子ちゃんとしてたくさんのお年寄りの方に喜んでいただけますように願っております。三味線には楽しい世界もたくさん広がっております。三味線の世界ってどんな感じかなと思われましたら、最初はメール通信から始めてみてくださいね。メール通信の内容はこの動画の概要欄にございます。メール通信も活用されて三味線の世界をたくさん広げてくださいね。それではまたお目にかかりましょう。